欧州選手権、ユーロ2024、ポルトガル0対0、PK3 対0、スロベニア、1日、日本時間2日、決勝トーナメント1回戦、フランクフルト2大会ぶり2度目の優勝を狙うポルトガル、フィファランキング6位、がスロベニア、同57位、と対戦し、 延長戦を終えて0対0からの PK 戦を3対0で制して準々決勝進出を果たした。2日にフランスと対戦する、史上初6大会連続出場の39歳 FW ロナウド、アルナスルは1次リーグ初戦から4試合連続で先発し、フル出場。直接 FK で2度ゴールを狙ったが1本目は枠を外れ。 2本目はグキオブラクに防がれた。後半44分には FW ジョタのスルーパスに抜け出して左足でシュートを打ったが、これもグキオブラクにセーブされた。延長前半に獲得した PK。右足でゴール右隅を狙うも、またもグキオブラクに横っ飛びで阻まれた。大会史上最多を更新する通算15ゴール目。 大会最年長ゴール記録の更新もならず、延長前半終了後には一目もはばからずに悔し涙を流した。だが、0対0のまま突入した PK 戦ではポルトガルの一人目のキッカーとして落ち着いて左隅に決めて成功。浮世ブラクもコースを読んでいたが届かなかった。試合後にロナウドは、厳しかったが、これがサッカー。 スロベニアはよく守っていたが、ポルトガルが勝ったのは僕らの方がいいプレーをし、チャンスも多かったから、ベスト8に入るに値すると語った。